スシプジアストゥティは、インドネシアの政治家。ウィドド内閣の下で、第六代海洋水産大臣を務めている。1965年1月15日、西ジャワのパンガンダラムにて、父ハジアマード・カーリンと、母ハジャスワ・ラスミナの間に生まれた。スシ自身は、ジャワ人だが、一族の大部分は、スンダ族で、五世代にわたって、パンガンダラムに住み続けている。彼女の一族は、 主に不動産や畜産業で生計を立てていた。中学校卒業後、ジョグジャカルタ市の高校に進学したが、ゴルカレへの抗議活動に参加したため退学処分を受けた。このため、後年の大臣就任時には、高等教育を終えたことのない最初のインドネシアの大臣となった。彼女は政府の大臣になった後、高校の後期プログラムに入学し、2018年に、 正式に卒業した。元夫との間には3人の子供がいる。長男は心不全のためフロリダで2016年1月31日に死亡した。入れ墨をしており、喫煙者である。1983年、故郷パンガンダランで水産物の卸売業を始め、起業家としてのキャリアに着手した。彼女の会社は順調に業績を伸ばし、 1996年には輸出用のロブスターを専門に取り扱うアッシュプジャイアストゥーティーマリーンプロダクトという名前の水産加工工場へと発展した水産加工品を新鮮なうちに素早く輸送するため新たに航空輸送業にも着手2004年にセスナ208を取得し PTRC プリュージェストゥーティアビエーションを設立したセスナは コールサインスシエアーを与えられ、新鮮なインドネシアのシーフードをジャカルタなど、国内の都市部やシンガポール、香港、日本など海外に輸送するために使用された。2004年のスマトラ沖地震では、会社所有のセスが2機で、孤立地域の被災者に食料を供給した。この期間中、スシエアーは人道的救援活動のために、NGO によって、アチェで定期運行がなされた。 NGO 活動から得た収入を用いて、新しい航空機を購入し、パプア州とカリマンタンを結ぶ航路を新たに開いた。スシエアーは現在、アジア太平洋地域におけるセスナの最大運航会社である。2014年10月26日、ジョコウィドド大統領は、2014から2019年の組閣において、スシを海洋水産大臣に任命した。大臣就任前に、 彼女は PTRC プジャイアストゥーティマリーンプロダクトと PTRC プジャイアストゥーティアビエーションの社長を辞任した。寿司の就任前、インドネシアでは外国船による違法操業が深刻な問題となっていた。彼女は何百もの外国の漁船を砲撃し、打破した漁船を爆破した。就任以来、インドネシアの海域で違法操業していた1万隻の 外国漁船の大部分は姿を消した。このかあって、2013年から2017年にかけて、インドネシアの漁獲港はそれ以前の2倍以上に増加した。2016年9月16日、世界自然保護基金は、インドネシア漁業の持続可能な開発と海洋生態系保全のための努力、そしてインドネシア海域における、 違法漁業に対する努力を称え、リビングプラネットアワードを授与した。ありがとうございます。